山城程度なら、竹中半兵衛と少数で十分。それ以上の戦果をお望みか？私の知略など、所詮は書物の借り物だ。武勇や技術に秀でる者こそ、私は尊敬すべきだと思う。戦わずして人の兵を屈するは、だ。まだ余力は十二分なのだがな。急に動機が。つまらぬ。すでに数勢は決しているではないか。今だ。新しい書物か。どれ、軽く読んでみるとしよう。それもまた、私の知的好奇を呼び起こす。秀吉、日輪を背負うような人生を歩み、私も少しばかりついて行こう。織田に仕える気はないと見栄を張ったが、あの女だけは例外だ。ただ者ではないぞ、秀吉は。私の前に出るとは、失策だったな。あと幾度の勝利を迎えられようか。視界に、霞が。戦場に立つこと、それこそこの脳症をたぎらせる。今だ。私は知りたい。蓄えた血が戦場に通用するのかを。私は体が弱いゆえな。あなたの気遣いは心にしみる。秀吉、日輪を背負うような人生を歩み、私も少しばかりついて行こう。